ねえピート、もっとビーチを楽しまない？もちろん。じゃあビーチの宝探ししよう。ビーチの宝？そう、ほら、いろんな色の綺麗な貝やすべすべの石のこと。うわぁ、そんな素敵なものがビーチにあるの？ちゃんと探せばね。そう、ビーチの宝探し、私大好きなんだよ。早くやってみたいな。ビーチの宝探しを始めよう。オーケー、波打ち際に来た。この辺で宝物を探すよ。見て、綺麗な色の貝だ。なんで貝がなくなっちゃった？波に持っていかれる前に取らなきゃダメなの。間に合わなかったら？そこがビーチの宝探しの楽しいところ。見つけても取れなかったりするの。取れなかったら次の波が来るのを待つんだよ。ほら、次の波が来たみたい。見てみよう。早く取って。取れた。うわあ、この石を見て。小さな虹みたいだよ。私、虹の色って大好き。うわあ、ギャビーの髪、虹色の石と同じだ。とってもニャンタスティック。ありがとう。次はどんなのを探そうか。この白と青の巻貝はどうかな。サメの目みたいでしょ。一緒に探してみよう。ほほー、ワクワクする。白と青の巻貝はあるかな。よし、僕も見つけた。早く取って取って。やった、取った。サメの目の貝だよ。ねえ、私のお気に入りの宝物見たい？見たい。これだよ、シーグラス。私が大好きなビーチの宝物なんだ。あのね、青いシーグラスを見つけられたら超ラッキーなんだよ。絶対見つからないって言われてるんだ。さあ、探してみよう。シーグラスはあるかな？ないね。シーグラスは絶対に見つける。諦めない。だからまだまだ探すよ。次の波を待ってみよう。シーグラスはあるかな？あったね。何色だろう。緑に白、あと茶色に青だ。青いシーグラスを見つけた。ビーチに初めて来たのに青いシーグラスを見つけたの？にゃんともラッキーだね、ピート。こんなに集めたよ。すごいな。素敵なものばっかり見つけちゃった。本当に宝物だね。はい、ギャビー。はい、パンディ。ベビーボックス。はい、ベビーボックス。こちらはピート。やあ、ハロハロ。よろしくね、ベビーボックス。こちらこそよろしくにゃ。ピートのお家は北極でね、ビーチに来たの初めてなんだ。めちゃくちゃ楽しんでるとこさ。